ベラ・ヘルフリード・ビクトリア・サンドベリは、スウェーデンで、初めての女性のエンジニア。1895年5月23日、ユングビューのホンゲル農場に誕生し、1979年、ストックホルムにて死去した。ベラ・サンドベリは、ブレイキンゲ地方のアーサルーム教区のロンガシェーネースで、育った。幼少期に、母親と祖母と共に暮らし、家族で、 ランゲジャナズ試工場を営んでいたために、ベラは科学に関心を持つようになった。そこで、よりその知識を深めたいと、大学進学を志したが、歴史的に大学は、男子学生だけを受け入れてきていた。しかし、チャルマース工科大学は、ベラの成績を評価し、入学を許可した。そして、1914年に、チャルマース工科大学に入学したが、 ベラは500人の男子学生の中でたった一人の女性であった。この出来事は世間の関心も集め、報道にも取り上げられることとなった。まだ男性による支配が強かった、入学後の生活はベラにとって苦労を伴うものであり、ベラが書いたとされる詩にもその心境を綴っている。1917年に科学の学位を取得したベラは、その後、 パーティレにあるスカンディナビスからフィニリオと株式会社におけるカールスハムの石油工場、ヘルシングボリのゴム工場やスンドビーバリーにあるシーベルツ・カベルバークで働き始めた。そして後にエンジニアのレイサレ・アードルフ・ラグナルと結婚した。また、ベラは家族のためにストラホルスに数年環境を構えた。ベラ・サンドベリの名を取った場所などは以下のように存在する。 このように、ベラの出身大学であるチャルマース工科大学では、彼女の名前が様々なところで使用されている。ベラは逆境に負けることなく自分の道を追求した、起業家精神を備えた女性として、学生にとってのロールモデルとなっている。2017年には、ベラが学位を取得してから100年記念を祝し、大学キャンパス内のイノベーションハブとなっているエリアに、新たに、 ブロンズ像が設置された。ありがとうございます。